師匠、はい、お願いします。ダン、170センチ未満は人権内で炎上のゲーマー田中な、1年ぶり配信で挑発連発、お前らが身長ないのがあかん、もうタイトルだけで全然反省してねえっていうのが伝わる。美女ゲーマー田中なさんって言われる、言うほどでもないという。まあそれはええか、それはええねんけど、発言は申し訳ありませんでしたと言ってたが、アンチするならそれでもうちょっとおもろいこと言ってくるような、格ゲー勢はアンチが結構おもろかったなって思う。何々さんは170以下ですとか、ジャニーズは170以下の人多いですけどとか言う人おるけど、持ってる人っていうのは別っていうのは分かるやん。まあ分かりませんな。170っていう絶対的な客観的なデータを持ち出して言ってる限りは分かりませんな。ね、私はあなたみたいな持たざる人の中での話をしてるんですよねと挑発。身長なんてさまつな問題やん。そんな人からしたら顔がめっちゃいい。もうなんか言い訳してますな。だってさ、だってそれ以外言いようがない。あ、まあなんか勝手にそう思って言うてる分にはええちゃう。旦那さん、この人の場合レッドブルなんちゃアスリートかなんかで、ね、レッドブルから支援を受けてたからあかんやろ、うんうん、でレッドブルが、あ、そんなこと言う人には支援できませんなっていうのも勝手なわけやん、うん、それだけの話やから別に言ったらいいんちゃう。でこの路線で今はまさかレッドブルがまだ復活してるわけやないやろからさ、なんかレッドブルっぽい服着てるっぽい、あ、この時はまだレッドブルやったんか多分。そんだけのことじゃね。170センチ以下の人は人権ないって個人で言う分にはまあええんちゃう。それでレッドブルっていう看板を背負ってるから、レッドブルはそれはまずいよねって言ってるだけのことなんで、そらそやな。あのレッドブルといえば F1 レーサーのマックス・フェルスタッペンですが、マックス・フェルスタッペンがそら170以下ない男は人権ないよ言ってたら大問題ですからね、そんなもんね。そらなるって分かるやん。弟子もさ、あんな世界的なさ、うんうん、なアスリートがさ、170センチ以下の男なんか人権ないよって言ったら、ほわはははっていうなるに決まってっからしょうがないよね。じゃあ何っていうことで、まあこれからも頑張ってください。以上です。はーい。弟子から何か言うことある？ない。以上です。